ゾウハジラミ族は、ゾウなどに寄生する昆虫の一族である。興奮が長く突き出し、先端に顎があり、それによって吸血をする。シラミとハジラミの中間に位置するものと考えられる。ゾウハジラミは、最初に動物園のアフリカゾウから発見されたもので、体長3ミリメートルほどの褐色の昆虫である。その形態はシラミであるが、 頭部から長く突き出した興奮が目立つ。その先端には噛む、形の顎が発達し、この昆虫はそれらを使い、宿主の分厚い皮膚に穴をうがち、血を吸うことができる。長く一種の実が知られていたが、現在では、イボイノシシから発見されたものを含め、三種が知られている。シラミ類には、口が細くて、血を吸うシラミ類と、 顎が幅広く発達していて、羽毛などをかじる恥みる類とがあるが、この属のものはその両者を結びつける存在とみなされ、この属一つで両者どちらとも異なる単独の暗木として扱われる。和名は、ゾウハジラミの他に、ゾウジラミ、ゾウシラミが使われた例がある。もっとも、古くより知られている、ゾウハジラミ H エイチエディファンティスに即して記す。前兆は、 オスで2.0から2.2ミリメートル、メスでは2.9から3.0ミ、mm、リメートル、そのうちで頭部が1から1.2ミ、mm、リメートルを占める。頭部前端からは、甲府が前方に長く突き出し、先端には強固な大顎を持つ。触覚は、糞の基部から出て、五節からなる。そのさらに、後方、頭部の後円地開に副眼がある。胸部は短くて幅広く。 その縁は強く角張る。胸しは他の白身や恥じらみとは異なって細長く走るのに適した形をとる。形節は長く、布節の先端には爪が一つある。腹部はほぼ円形で腹肺に扁平、覆面には各節に一列の短い扁平な臨場の毛を持ち、その間に2本の指紋がある。 本属の昆虫が最初に記載されたのは1899年であり、これはロッテルダム動物園のアフリカゾウから採集されたものであった。その後にはアジアゾウからも発見され、野生の個体からも採集された。日本では1929年に杉本が台北の丸山動物園のアジアゾウから発見されたものが報告されている。当時この地は日本領であったが、 本当に、国内で発見されたのはぐっと遅れて1953年、札幌のこれまた、炎山動物園に輸入されたエンドゾウからであった。本族は長らく蒸気のお種一種のみが知られてきたが、1962年に、クレーがイボイノシシファシャースイフハイペカスから得られたものが、別種として記載された。その後もう一種が追加され、現在では3種がアジアとアフリカに分布し、ゾウと、 イイボイのシシを宿主とすることになっているこの属の宿主に関してはいくつかの問題が指摘される。そもそも第一の種であるゾウハジラミがアジアとアフリカの領主を宿主とする分布が不思議である。当初の発見が動物園であったことから動物園における二次感染の可能性を指摘する向きもあったようだ。両方のゾウにおける個体群に区別が見られないことから 片方が本来の宿主であり、近年に他方に感染した可能性も指摘される。アジアでもアフリカでも本種の分布は広く、近年に一方から他方に感染した可能性は低い。本属の昆虫が他のシラミや恥ジらみと全く異なる特徴を有することは、像という孤立した群の上で進化したことを示すものだとの指摘もある。 イボイノシシは普通の白身類を寄生虫として持っている。このようなことから、例えば本族はより広い宿主を持っていたのが、現在の二群以外の宿主が絶滅した、とか、アジアゾウとアフリカゾウの共通祖先に本族が寄生し、それ以来形を変えず、アフリカで二次的にイボイノシシに宿主を広げた、等のいくつかの仮説を想起させる。この族のものは、興奮が長く突出するという、 目立った特徴があり、この点でそれ以外のどのハジらみともしらみとも区別できる。分類体系の上ではこの属単独でアモクまでを構成する。なお、アモク名としてはウハジらみアモクの他に長墳ハジらみアモクも使われることがある。本属及び本家の表徴は以下の通りである。上記のように、この属はアモクのレベルまで他のものと区別されている。 白身類は古くは白身目と恥目目に分けられていたが、その後両者が同系統との判断で白身目に統一された。その中で本属は恥の後期を持ちながらも吸血性であり、両者をつなぐものと考えられた。その後、さらにそれらが茶立虫の系統に含まれるとの判断でソワゴメにまとめられた。その中で形態的特徴をもとにした。 分岐分類学的研究の結果、旧シラミ目であったシラミア目とハジラミ目の一部であるヒゲナガハジラミア目、それに本属の所属するゾウハジラミア目が単系統をなすとされる。その中でヒゲナガハジラミア目の規定からシラミア目とゾウハジラミア目が分岐し、この二群が単系統をなすこと、さらにシラミア目の規定から本属が分子しており、ゾウハジラミ族は、 すべてのシラミア目に対して姉妹群をなすとの結果が得られた。この結果は広く受け入れられてきた。分子系統の情報も、ほぼ、これらを支持する。ゾウはじらみに関しては、飼育下のゾウでは、非常に、かゆがり、壁などに体をこすりつける行動が見られたとの、報告がある。ただしそれ以上の傷に発展することはなかったという。野外のゾウでは、 皮膚疾患を引き起こす要因となっている可能性が示唆されている。杉本松尾ほか以下、被災は安松ほか p 六十八山下中間田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 クレイハットスミウエルへ通る p 十0個の項はクレイから安松ほか p 三十三杉本白見類などでは先端の爪状の布施と建設基部の突起が向き合い この間に毛を挟み込むことができる。サイラッペーター、トリーブライフウェーブプロジェクト岩月、マダラ監修、P368 村田松尾田。ありがとうございます。